まあでも5号艇吉川、そして6号艇長岡の動きが気になるところではあります。スタート展示では1、2、4、5、6、ダッシュが3と5対1の体型並びとなっていました。今節から新ボート、新モーターでのレースとなっています。三国モーニングスタートキング争奪戦も残すはシリーズの頂上決戦、優勝戦第12レースです。対戦メンバーは1号艇長田頼宗、2号艇馬場剛、3号艇沢田直也、4号艇下條雄太郎、5号艇吉川明夫、6号艇長岡亮也、以上のメンバーです。インコースには1号艇長田頼宗、初日の三国選抜含めましてシリーズ4勝マーク、準優勝戦も唯一陰線逃げての勝利、絶好枠で登場です。2コース2号艇馬場剛は安定したスタートからしっかりと着取りまとめて今年2度目の優出、本番定番通り3コースには3号艇沢田直也です。今節も積極果敢なレースで結果を残しまして昨日は連勝、勢いは十分です。本番4コース5号艇吉川明夫は今節もコース取りからレースを沸かせてきました。連続優勝がかかる一戦、5コース角に4号艇下條雄太郎、予選道中はオール3連帯をマークしていました。6コースは定番通り6号艇長岡亮也、今年初優出を決めました。4対2と分かれています。進入インコースから1番2番3番5番4番6番です。スタートしました。1号艇長田、4号艇の下條コースタートを切っています。インから逃げ体勢を作る1号艇長田頼宗、まくりに行った4号艇の下條、空いたところまくり出した3号艇の沢田と、内からは6号艇長岡、先頭1号艇の長田に内から3号艇沢田、2艇のトップ争いも判定心一定心、前出るか3号艇沢田、その後ろ6号艇長岡3番艇、内からは2号艇馬場、後方4号艇5号艇、スタートは正常です。1周2マーク、先に旋回する3号艇沢田、内から6号艇の長岡、間に1号艇の長田が続きますが、3号艇沢田直也一定心前単独先頭です。1号艇長田2番手、内からは6号艇の長岡、その後ろ離れて4号艇の下條、5号艇の吉川5番手、2号艇馬場最後方で2周1マーク、先頭3号艇沢田直也、1号艇の長田と6号艇の長岡が続いていきますが、先頭3号艇沢田直也、しかし外から迫る1号艇長田頼宗、その差は2停身、その後ろ3番手は6号艇長岡、現在体型は316の体型、4番手は4号艇下條、続いて2周2マークに向かいます。先頭3号艇沢田直也、1号艇長田が角度をつけて切り込みますが、2番手3番手は離れて6号艇長岡、上位体型は3番1番6番の体型、その後ろ4号艇下條雄太郎、後方5号艇吉川明夫、2号艇馬場剛並んで、これから最終周回です。本番では3コースを主張してまくり出した3号艇沢田直也が先頭、切り込む1号艇長田頼宗2番手、3番手は離れて6号艇長岡亮也、上位体系3番1番6番、先頭2番手の定冠は3停身ほど最終ターンマークです。デビューから3年5ヶ月、7度目の優越で待望の初優勝に向かうのは3号艇沢田直也、もう一度内をつくか、1号艇長田ですが2番手、3番手は6号艇長岡亮也、上位体系は3番1番6番は後輩と決着です。先頭3番沢田直也、初優勝の五輪、2番手1番長田が五輪、3番手6番長岡で五輪、4番下條、5番吉川、ラストは2番馬場が五輪です。住之江シティナイターの2ヶ月連続開催の周年記念、今回の65周年記念対抗賞競争はこれより天下統一最終章、住之江の新年度第1弾の G1 ナンバーワン決戦の第12レース優勝戦です。さあ雨降りの中、風はなく、さあ競争水面上枠なりで1、2、3、4、5、6と並んでいます。まずインコース1号艇の坪井康晴、人気の中心で G162 回目の優出 V11 に王手をかけました。2号艇の吉川元博、51-57周年の覇者、対抗賞 V3 なるか。3号艇の峰竜太、準優ではさすがの走りを見せて対抗賞 V2 に挑戦。そして引っ張るでしょうか、4号艇の石野孝之、54周年の覇者が対抗賞4度目の優出。5号艇の馬場吉也、 G118 回目の優出、今年 G14 優出。そして6号艇の丸岡正則、56周年の覇者が対抗賞4度目の優出。さあこれで1歌3で4号6枠なりで3対3に分かれてまいります。さあ G1 の対抗賞競争、今回の65周年を制するのは一体誰になるのか、
最終日オールイン逃げ決着なるか、注目のラスト第12レース優勝戦スタート10秒前、インコースから1番2番3番4番5番6番3対3の枠なり、まもなくスタート、2秒前、1秒前、今スタートしていきました。好スタートはインコース1号艇の坪井、トップスタートを決めて出ていくのは4号艇、5号艇ですが、まずは逃げる1号艇の坪井、握ってくる4号艇をブロックした、刺して2号艇、5号艇届かず、あと3番6番でバックスレッチャー、見事なイン逃げでトップスタートが押し切った。1号艇の坪井康、最終日オールイン逃げ決着。そして2番手に2号艇、4号艇、5号艇が固まって、後ろ3番6番、なおスタートは正常でした。ダニタンマークトップで回って、1号艇の坪井康が G111 回目の V へと向かってセンター、そして後ろ2番手ですが、さばいて2号艇の吉川が上がってくる。そして今度3番手争いに4号艇5号艇接戦となって、レースは2周目へとあります。ここで先頭2番手が抜け出した。1号艇の坪井康二、2号艇の吉川元博とインコース2コースの決着。そして3番手争いは2周目で出したマーク、4号艇張って回った後ろ5号艇の馬場吉也ですが、さあ3番手争い4号艇5号艇まだ接戦ですが、今度は内から5号艇の馬場吉也上がってくる。しかしまだまだわずかで4号艇の石野で5号艇4号艇接戦続いて、後ろは3号艇6号艇の順になっています。ダインタンマーク先頭は見事なトップスタートのイン逃げで、1号艇の坪井康晴先頭で、そして2番手で回って2号艇の吉川元博、後方の3番手争いですが、5号艇の馬場吉也上がってきた。直線コースは上位が1号艇2号艇5号艇となって、最終周回へと入ります。ラスト1周先頭に1号艇の坪井康晴が見事なラストイン逃げ成功。そして2番手は2号艇手堅く吉川元博で、3番手争いは5号艇の馬場吉也競り勝っていまして、最後のバックスイッチへと入ってまいりましたが、ここも上位が1二5となっています。1号艇の坪井康晴、今年2回目、住之江4回目、 G111 回目、通算では69回目の優勝が目前となっています。対抗賞は4度目の優出で初優勝です。さあ新年度第1弾の春の対抗賞の天下統一、65周年の覇者は優勝戦1号艇の坪井康晴、最終日オールイン逃げ決着1二5、優勝1号艇坪井康晴ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、4番3番ゴールイン、最後尾6番がゴールイン。レース福岡、今年のサマータイムレース第1弾はビーナスシリーズ第1戦マクール杯です。年末のここ福岡のクイーンズクライマックスを目指して走り続ける女子レーサーたち、大きな意味を持つファイナルとなりました。これから優勝戦第12レースを行います。1号艇福岡の大山千尋、2号艇福岡の小野聖奈、3号艇岡山の寺田知恵、4号艇香川の平高奈々、5号艇福岡の武井奈美、6号艇愛知の出口真子、以上6名による対戦、どうやら枠なりです。インに入るのは1号艇の大山千尋です。初日のドリームレースから5連勝、そして昨日も連勝のシリーズリーダーがあと1つ逃げるのみとなりました。人気を集めています1号艇大山、2コースも地元2号艇小野聖奈です。今年のレディースオールスターを制し、女子賞金ランクをリードする2号艇小野が2コースから、3コースには3号艇寺田知恵、確かなさばきと整備力で2日目のドリームを含めて5勝マークしています。3艇引っ張って4コース角1、4号艇平高奈々、昨年の賞金女王がクラシックから連続参戦、驚異の角戦となるか。5コース5号艇武井奈美、得意の地元福岡オール3連帯でファイナル進出。そして大外が6号艇出口真子です。今季は12月のデビュー初優勝からリズムは抜群。3対3でインから1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。1番2番が覗いたスタートになりました。その後は1番2番さらに4番もぐっと出ていく1マークの旋回です。逃げる1号艇大山をまくった4号艇の平高、そして2番5番とバック側、先頭4号艇の平高な、その内側から2号艇の小野が伸ばしていきます。スタートは前提正常でした。一歩前は4号艇の平高です。続いて2号艇小野、さらに後ろから5号艇の武井も接近する2マークの旋回。まずはトップで4号艇の平高が回ります。5号艇武井が仕掛けますが届かず、先頭は4号艇の平高奈々です。角からまくった4号艇の平高が先頭に立っています。そして2番手は2号艇の小野、僅差で5号艇の武井、2番手3番手定冠詰まっています。これから2周目1マーク、先頭は4号艇平高です。2番手2号艇小野、握って続く5号艇の武井ですが、3番手
上位暫定は4番、2番、5番、2番手、3番手はまだ詰まっています。その後ろは水が入って3号艇、寺田知恵、1号艇、大山千尋、5番手、最高ホーリー6号艇の出口です。2周にマーク、先頭は4号艇の平高、2番手を守るのは2号艇、小野、切り込んでくる5号艇の武井、2番手は2号艇の小野聖奈が守っています。3番手に5号艇の武井奈美、4番、2番、5番の順で優勝戦は最終周回です。先頭は大きくリードを取りました4号艇の平田が角の4コースから一気の攻めでした。最後の1マークトップでクリア、続いて2号艇小野聖奈、5号艇武井奈美が3番手、3周バック上位体系は4番、2番、5番です。4、2、5の組み合わせ3連単の図高配当 293.9 倍となっています。ラストターンマーク、先頭は4号艇の平高奈々です。これが通算25回目、今年2回目、福岡は初優勝、昨年の賞金女王がここ福岡でも見事優勝ゴールを飾ることになります。先頭4番平高優勝五輪、2番小野五輪、5番武井五輪、3番寺田五輪、6番出口、1番大山五輪。以上前提五輪しました。レース徳波が舞台です。徳波勝敗、5日間にわたる争いはいよいよ最終シリーズファイナル優勝戦第12レースの争いです。1号艇江口昭夫、2号艇白石武史、3号艇山田哲也、4号艇佐藤大輔、5号艇佐藤龍太郎、6号艇深水慎一郎です。6名全員がバックはスローペースのコースで動きはありません。1号艇には江口、思い通りに仕上げました。調整力と巧みなさばき、まさに絶品です。シリーズリーダー江口昭夫の引戦、そしてその走を流して続きます。2号艇の白石武史、礼儀正しくスタート踏み込みます。2校進入、その前方、同じく業界トップランクのスタート校舎、3号艇の山田哲也が下げています。4コースを引っ張りました佐藤大輔、今月下旬の下関、この人もいよいよマスターズを戦うお年頃になりました。引っ張って4角と思ったら、そのうち引いてました。3号艇の山田が3角決めてもらいましょう。その下には佐藤、5コース6コース仕上がり上位とニアリの佐藤龍太郎が5コースで、6コースが6号艇深光、2対43角山田、インは江口、インから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。12レースの優勝戦、今スタートしました。3艇、1号艇、2号艇、3号艇、好スタート、インコースもりっといく、1号艇江口が先行する、2コースから2号艇白石は引いていく、佐藤行く、3号艇の山田哲也、内ズボーンで、4号艇佐藤大輔バックへ入った、リードは3艇4艇進と、先頭には1号艇江口、2番手アウトコース3号艇山田、インコース3番手4号艇の佐藤大輔、1周のマークの先行に入ります。スタートは正常です。4艇進先行する、1号艇江口がトップターン、2番手インから4号艇佐藤大輔、外は回してくる、フルプレーから3号艇山田ホームスイッチへ変えた、アウトに決着、2番手は2停車先行であります。3号艇の山田哲也、3番手連合艇佐藤大輔、3艇並び1番3番4番となって前艇が2周目に入ります。2周1マークの旋回へ5停止に先行する独走は1号艇江口、インに振って4号艇佐藤大輔、外を包んでいく、奥から握って3号艇山田哲也かわしております。2番手は6停止7停止に先行し、3号艇山田、3番手が4号艇の佐藤大輔、先頭が1号艇江口、3艇並び1番3番4番となって2マークの旋回に入ります。トップターン独走は1号艇の江口、2番手は3号艇の山田、3番手が4号艇の佐藤大輔、体型は134となって前提が最終周回ラストラップに入ります。後方には2号艇白石、5号艇佐藤龍太郎、6号艇の深水が追走です。3周回第3マークの旋回からスイングのバックスレッチへ、リードは広がった、1号艇江口が単独、2番手は3号艇山田哲也、3番手4号艇佐藤大輔、体型は1番3番4番、先頭は独走1号艇の江口昭夫です。実に確かな調整力と巧みなさばきを披露しました。やってくるたび見せ場十分、後輩一生このセミのところまで見事先頭走ります。衰え知らずタフなベテラン、1号艇江口が最後のホーム側、2番手の3号艇の山田、3番手4号艇の佐藤、12レースを優勝戦、まもなくゴールを迎えます。先頭1番江口、優勝の五輪、2着3番
山田五輪、4番の佐藤大輔、2番の白石、5番の佐藤龍太郎、最高峰6番の深水五輪です。小島新年度の開幕戦は第37回倉敷市長杯、実に経験豊富なファイナリスト6メンバーが出揃いまして、シリーズ最終カードは第12レース優勝戦です。1号艇には前本康和、2号艇には宇野健太、3号艇には堤昇、4号艇には小畑美奈里、5号艇沖津愛、6号艇新田智明、以上6選手の対戦は12レースの優勝戦です。1、2、3、4、5、6の枠なり進入となります。今回も抜群の安定感でオール2連隊のシリーズリーダー、1番人気1号手の前本、ゆっくりとホーム側、2コース4日目からの4連勝で A1 ボーダーにまで勝率を上げてきました2号手の宇野、3コースこちらも A1 返り咲きを目指しての戦いが続いています3号手の堤、4コース地元水面久々の優勝となりました4号手の小畑、5コース初日6着スタートも2走目以降さすがの立て直し、小島連覇がかかります5号手の沖津、そして今年の初日をかけて大外から勝負は6号手の新田、進入スタイルはスロー3艇ダッシュ3艇の枠なりとなりました。スタートまで残り10秒、第12レース優勝戦 E コースから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。スロー3艇好スタートは1号艇2号艇3号艇5号艇5号艇6艇白石枠1節5号艇1号艇の前元3号艇堤が仕掛けていく展開ついてくる2号艇の5号艇6艇4号艇また6号艇に至る向こう正面ですが、あっさりと押し切った横綱相撲先頭1号艇の前元、さあ2番手は皆さんにチャンスありますよ、一緒にコーナーの世界優勝戦スタートは正常、2番手センターから押さえ込んで5号艇の6艇クッと運んで6号艇の新田、刺して刺して2号艇の4号艇の小畑、3号艇の堤ホーム直線コース、先頭1号艇前本、2番手は2号艇5号艇の接戦は一定してさばいて2号艇宇野、3番手くらついて5号艇の沖津、徳島勢による2番手争いレースは西村1コーナー相当攻める5号艇の沖津は膨らんだ、宇宙内回って2号艇宇野健太リードを広げました、先頭1号艇前本、2番手2号艇宇野、3番手5号艇沖津、上田系は1双子、その後方水がいて3号艇の堤、4号艇小畑、最高方は6号艇の新田、レースは西にマークの旋回、先頭1号艇前本、2番手2号艇宇野、3番手5号艇沖津が運んで上代系は1負担後、レースは3周目と移りました。1コースからトップスタートはコンマ19、押し切りました先頭1号手の前本康和、2番手は2号手宇野健太、3番手は5号手の沖津愛、上代系落ち着いて1ふた5、2連単1人は 2.3 倍、3連単1ふた5、人気サイド 5.2 倍、今節も初日からずっと強かった先頭1号手の前本、これが今年4回目、通算123回目入賞目前、先頭1号手前本、2番手が2号手宇野、3番手5号手沖津がクリアし上代系1ふた5、まもなくゴールインです。先頭1番前本康和優勝のゴール、2着2番の宇野、3着5番の沖津ゴール、3番積4番小畑、ラストは6番新田ゴール、以上小島第12レースでした。